ビデオダイアリー January 24th, 2022 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2022年1月24日、林宏です。こんにちは。皆さんいかがお過ごしですか。私どもはですね、なんとか元気で頑張っています。皆さんもくれぐれもお気をつけくださいということで、このところですね、少し硬い話が続いていますので、こんな話をして今日はですね、簡単ですけどもビデオダイアリーを終わりたいと思います。先立ってよりですね、フェルナンド・コルマンのこの絵を皆さんに紹介しています。で、これは番外編ということになるわけですけども、そうかな、そうでないのかなっていう迷いがあったものですからね、動画の方では紹介しませんでしたけども、この絵を見てですね、ワイフがこう言うんですよね。私のワイフがね、おかしいわって言うんですよね。どこがって聞きましたらね、まあ、これはある意味でね、みこしのような台ですよね。それにアワンが乗っている、その膝に2人の子供がいるわけですけども、この2人の子供はアダムとイブということを言い切ってしまうとね、いろいろと問題が起きると思いますけども、要するにアワンがいるわけですよね。というのはカインというのはアダムとイブの息子ということになってますからね、親子関係が逆転してしまうわけですよね。まあ、それはそれなんですけども、この皆さんもですね、この絵をもう一度よく見てください。どこがおかしいかというとですね、ワイフが最初に言ったのはですね、車輪がないわよって言うんですよね。ですから車輪なんてものはですね、ずっとずっと後になって、まあ、発明されたものですからね。日本ではですね、車輪が、まあ、第八車に代表されるね、あの車輪が一般的に、まあ、使われるようになったのは江戸時代の中期だそうですね。まあ、それ以前はですね、まあ、牛車というような、まあ、なんて言いますかね、ゆっくりとゴロゴロと動くような車輪はあったみたいですけどもね、まあ、ともかくもこの絵に車輪がないのがおかしいってわけですよ。でよく見るとですね、棒2本ね、お太い棒をまあ並べてですね、そしてその間にまあ板木棒をですね、いかだのようにですね、つないでですね、そしてその上にまあアワンが乗ってるわけですよね。でその前の2人を見ていただきたいんですけども、2本の棒の間に2人の人物が入ってですね、それをまあ両腕でって言いますか、両手でその棒を引き上げるような形で担いではいないんですよね、持ち上げているわけですよね。でこの2人だけでこれだけのね、台キャリアをですね、運べるものかどうかということなんですよね。で私は子供の頃ですけども、岐阜県美濃市美濃町のね、花みこしというのを毎年担いでいました。高校生の終わりまで担いでましたね。毎年4月になるとね、花祭りって言いますかね、祭りがありましたので、その花みこしを担ぐのが楽しくて楽しくてね、楽しみで楽しみで仕方なかったんですけども、そういう経験からしてもですね、これではですね、まあなんて言いますか、2人の男であってもですね、そのまあ、なんて言いますかね、キャリアをですね、台をですね、まあ、みこしとは言いませんけどもね、それを運ぶことができないんじゃないかと思うんですよね。で手をよく見るとですね、担ぐというよりも、あるいは下から持ち上げるというよりもですね、2人ともこうなってますから、上からその棒をですね、掴んでいるように見えるんですよね。でますますこれはどういうことかななんてね、考えてしまったわけです。もう一度その問題点を整理するとですね、要するに、まあ、推定、まあ、その上に後ろにはですね、アワンの後ろには何か鹿のようなものも積まれてますしね、まあ、そうしたそのキャリアをですね、まあ、後ろの人たちも何らかの形でその棒を支えて、あれは持っているわけですけども、まあ、前の方ですよね、前陣ですよね、要するに前陣の2人だけでこのキャリアを持ち上げることができるかということなんですよね。で2つ目のポイント、まあ、
謎はですね、この棒つかみ方ではですね、棒のつかみ方ではそのキャリアを持ち上げることはできないんじゃないかと思うんですよね。というのは指の力だけで上に持ち上げてますからね。いかがですか、まあ、いかがでしょうかということになるわけですけどもね。というようなことを考えたわけですけども、果たしてということになるわけですよね。で、後ろの人たちがどのような形でこの台を支えているか持っているかについては、この絵だけではわからないということですよね。まあ、そんなことをですね、まあ、私のワイフと今朝ね、話し合って話題にしましたのでね、まあ、皆さんもですね、身近な方とそんな話をしていただくとですね、この絵に対する興味もまた倍化するのではないのかななんてね、勝手に考えています。で、今日のこの動画の中でね、このテーマはですね、要するに従来説、アダムとイブが、まあ、神によって作られてですね、そしてアダムとイブの息子がカインとアベルであるという話はですね、この絵一枚見ても矛盾してくるわけですよね。で、この今このちょうど見えているこの女性がですね、二人の赤子を、まあ、胸に置いてますよね。このモチーフはですね、実はあちこちで使われているんですよね。まあ、一人の、まあ、その女性がですね、二人の子供を下に置いていると。で、そういう絵も私何枚か持っていたんですけどもね、何しろね、今探すとなると大変なもんですから、まあ、今日は勘弁していただきますけども、この女性の、まあ、アワンってことにするとですね、まあ、下に二人いるのは、アダムとイブということになるわけですけども、そうしますとその先頭に立っている先陣に立っているこの人物がいわゆる、まあ、カインということになるわけですけどもね、そうしますと年齢が 逆転してしまうわけですよね。となるとこの2人の子供は誰かということになりますと、まあ、一般説によれば、カインとアワンの息子のイーノック、エノクってことになるわけですけども、エノクは一人ですからね。ですから二人もいるということはおかしいなってことになってくるわけですけどもね。まあ、いろいろ考えていきますとね、まあ、この絵はですね、大変重要な絵といいますか、当時、今からね、1880年ですから150年前の、まあ140年ですか、の前の常識では考えられない絵ってことになるわけですよね。つまり、まあ、一般常識ではアダムとイブの息子がカインとアベルである。というふうに、まあ、私たちは理解しているわけですけども、この絵を見る限りですね、まあ、ここで一つ問題点があるのは、中央に座っている女性がアワンであるということをどこかでまた証明しなければなりませんし、それから2人の子供がアダムとイブであるというふうに断言もできないし、その証拠もないわけですけどもね、まあ、ともかくもこのモチーフは他でも使われている、その絵と、まあ、並べてみるとですね、つまり、まあ、そのアダムとイブの母親であるということになるわけですけども、そうしますとこの逆転するわけですよね。つまりカインとアワンの息子の立場に、まあ、息子とは限らないにしてもですよ、息子の位置にいるのがいわゆるアダムとイブということになりますからね。もしそうであるとするならば、そうした事実をですね、1880年にこの絵を描いた、フェルナンド・コルマンはどこで手に入れたかということになるわけです。で、まあ、見れば見るほど謎めいた絵画ということになるわけですけども、私もこの絵画もですね、つまりそうしたその事実ですよね、カインとアワンの方がそのいわゆる、まあ、上位の人間種、人間の神であったということを考えるとですね、この絵もひょっとして、まあ、その全くの、その何て言いますか、空想的な、まあ、話ではなくてですね、まあ、その要するに神の作品ということになるのではないのかなというふうに考えています。まあ、極めてなってますかね、完成度の高い絵ということになるわけですけどもね、そういう例は例えばパブロ・ピカソの、ね、ゲルニカにもありますからね。あのゲルニカなんかは絶対にパブロ・ピカソの描けるはずもない絵だったということになるわけです。その証明といいますか、何度も何度もしてきましたので、この後にそのパブロ・ピカソの絵をつなげておいてもいいわけですけどもね、あのパブロ・ピカソのゲルニカの中にはですね、2012年以後のね、私林博氏が発見した事実ばかりがそこに書かれているわけですよね。つまり戦場のゲルニカの絵ではないということです。あれすべて私が発見したんですよ、2012年。私は自慢たらしく言っているわけじゃなくてですね、2012年以前にはですね、誰も知らなかった事実ばかりだということです。いわんやパブロ・ピカソ
にしてもですね、そんな事実全く知らなかったと思いますよ。でパブロ・ピカソの絵画一応ね、拾えるだけ拾える分だけ、まあ、100枚200枚って調べてみたんですけども、宗教画らしいものは何もないんですね。そして私が発見した事実を裏付けるような、どこかにそれを匂わすような絵も1枚もないんですよね。全くないんです。あのゲルニカだけが飛び抜けて浮き出て、まあ、つまりは戦場のゲルニカを描いた絵だということになっているわけですけどもね、まあ、そういうことを考えるとですね、その時々時代時代において場所あちこちね、時空を超えて、いわゆるまあカイン・キリストがですね、まあ、人間の大人間の中でも最高の芸術家ということになるわけですけども、その最高の芸術家がですね、まあ、現れて、そういった作品彫刻なんでもいいわけですけども、映画も含まれると思いますよ。私ね、最近それはそういうのに感じているわけですけどもね、特にいわゆるウォルト・ディズニーの作品ですよね。あなたにこうなりますかね、まあ、その謎を解くヒントが隠されていると思いますけども、要するにその時々においてですね、芸術家をまあ使ってですね、あるいはその操り人形にしてですね、つまり 神のそのカイン・キリストの教え、あるいはそのメッセージをですね、人間に伝えてきたということになるわけです。まあ、その中の一つがですね、要するにこの、フェルナンド・コルマンの、まあ、そのタイトルはですね、カイン・フリーング・フォーム・ザ・エホバズ・ジェホバズ・カースっていうんですね、エホバの呪いから逃れているカインと、まあ、題されたその絵ということになるわけですけどもね、まあ、この絵もとっても怪しいということになるわけですよね。その怪しい絵の中にですね、神にしてはどうなんだろうっていうな部分があるわけですね。それが冒頭で今日言いましたようにね、まあ、神輿を担ぐにしても、これではそのいわゆる手の指だけでね、重量を持ち上げて、まあ、その重量のあるものをですね、重いものを持ち上げているわけですから、無理じゃないのかなというところがですね、まあ、しみじみと考えて、まあ、それを皆さんに今日話したということになります。で、あの一つ訂正っぽい話になりますけど、今日この動画を発表した後にね、まあ、過去に発表したものをですね、まあ、並べてつなげておきましたけども、そのどこが問題って書いてますよね。私ね、あの一般説でずっとね、あの言われてたことですね、いわゆるコーカソイドのその発祥地、生まれた故郷はですね、カスピ海と黒海とハスピ海の間ぐらいだってことになってたんです、なっていたもんですからね、まあ、そのどこだろうと探していたんですけども、一つ間違えていたところはですね、エルブラス山の北側の黒海とカスピ海の間ではなくてですね、エルブルス山の南側の国会とカスピ海の間ってことになるというところでね、まあ、場所的位置的な、まあ、錯誤と言いますかね、間違いを犯していましたのでね、ここで訂正して、またね、まあ、そのまあそこがよくあるんですけどもね、まあ新しい発見をしながら、また次のステップ行くたびにですね、前のところでその思い違い勘違いしていたってことはよくあるんですけども、以前はですね、この今日の動画につなげて後半部はですね、もうかなり前にね、もうそれこそ3、4年なんじゃないかと思いますけども、その時に作った動画なもんですからね、まあ、繰り返しになりますけども、黒海とカスピ海の間でコーカソイドは生まれたということを聞いたってますかね、あのまあ一般的な常識として遺伝子学的にそのようなね、DNA を追いかけることによってそのような研究がなされていたことを知ってですね、まあ、そのあたり、いわゆる、まあ、エルブルスさんのね、エルブラスさんもエルブルスっていうのが正しいみたいですね、ごめんなさいね、ずっと私エルブラスなんて言ってましたけども、エルブルス、だんだんね、あの今からそれこそ10年前にはエルブラスさんそのものがですね、何ら話題にもなってませんでしたしね、まあ、あちこち調べても何もそうした読み方に対するついてのでね、記述もなかったということなんですけども、ここ最近ね、皆さんエルブラスさん、エルブルスさんって言い出しまして、まあ、調べますと、ね、いっぱい出てきますね、写真ももう 何十倍って増えてますしね、まあ、要するにエルブルスと、まあ、一般には表記されるみたいですけどもね、あのカタカナではね、つまりエルブルスさんのね、北ではなくて南側だったということですね。それはあのここで今簡単に訂正させてください。まあ、要するにそのエルブルス山の南側にはですね、ファブムリ山もあるしね、アララト山もあるしね、エルジウムもありますからね、まあ、そういうところから、まあ、そのあの辺りで、まあ、旧約聖書の世界が、まあ、ドラマがですね、あの辺りに集中しているというところからですね、まあ、ともかくあのキリスト教徒の方はですね、こう考えるんですよね。ノアの箱舟が着陸したのがアララト山であると。なしそのノアの箱舟が着陸したということはですね、比喩的に、まあ、その
例えばの話でそのあたりに人類新しい人類が生まれたんだという考え方につながっているみたいですね、まあ、そういうところから発想からそのノアの箱舟の着陸したアララト山とそれからエルブラ山またの名はスメール山というんですね。あの シュメールのスメールです。スメール山あるいはインド仏教の方ではですねシュミセンとも言っていますけどもね、そのいわゆるシュミセンですよね。シュメールみんなつながっているわけですけどもの山があると、それからエルジウム、エルブラス、エルジウム、エルズルム、エルズルムという町は今でもあるんですけどもね、そしてそのそこからエデンでその西東にノドがあるということでですね、まあ、カインはですねどうやらそのエルズルムの町からエルジウムすなわちエデンからですね、追い出されたということになってくるわけですよね、まあ、その絵が冒頭で今日お見せしました、フェルナンド、コルコルマンの絵ということになるわけですけども、まあ、要するにアダムとイブの息子がいわゆる、カインであるというその説そのものがですね疑ってみていいわけですよね。というのは現在の今に至るまでこの瞬間にもおいてもですねカインがキリストであり人間の救世主になっているわけです。ざっと見てもですねもうこの8000年近くですね、まあ、その人間の原始であるカインがですね人間の救世主であるということはですねつまりは神のようにですね永遠の命を持っている神だということになるわけです。アダムとイブはですね永遠の命は授かりませんでしたからね、知恵の実は食べたわけですけども永遠の命は授かってないわけですよね、まあ、そんなことを考えますとやはりカインが人間種の神の頂点に立っているというふうにしてだん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 固まってきたということです。まだねそれはこの先のこと分かりませんけども、まあ、そういうした事実がですね、まあ、ジグソーパズルのように集まってきて一つの、まあ、事実へとつながってきたということになるわけです。大きな大きな事実につながってきたということになるわけです、まあ、そんな視点でね、まあ、こうしたその、まあ、謎解き私がしている謎解きのねをまた見ていただければ嬉しいです、まあ、ともかくもそのカインという神はいわゆるまあ簡単に言えばアダムとイブよりもはるかに上位の重要な人間種の神であったということですね。で昨日の動画の中で創世記第14章と言いましたけども、そのそうした事実はですね創世記の第4章の方に載っています。14と4間違えました。第4章です。その後ねちょっと気になって調べてみたんですけども4章でしたということもありますけども、まあ、そうしたミスなどはどうかごめんなさいね。その都度訂正していきますので、決してそれをね甘く見ているわけではありませんけども、これからも気をつけて検証謎解きを続けていきたいと思います。今日は簡単ですけどもね、まあ、これで今日の動画終わりますけども、要するに今日はですね、まあ、ワイフがですねあなたはこれこの2人だけでこれ持てないよ、まあ、最初はですね車輪がないわねなんてことを言い出したもんですから、あのなあそんな昔に車輪なんかあるわけないんじゃないかって話からね話が弾んだわけですけども、まあ、考えてみればおかしな絵だってことにもなるわけですね。はい、どういうことだろうってことになるわけですよね。まさか、例えばね、空中浮揚装置的なね、まあ、そのものもつけていたのかななんてね、考えますけども、それはちょっと考えすぎですよね。では、今日のビデオでありこれで終わります。この後ね、パブロ・ピカソのね、ゲルニカの簡単な動画を、いわゆる、まあ、紹介版的なその動画をですね、この後につなげておきますから、皆さんの目でもう一度見ていただいてですね、あのパブロ・ピカソのゲルニカというのは、パブロ・ピカソの欠けるはずもない絵であったということを確認していただければ嬉しいです。つまりあの絵を描いたのはパブロ・ピカソにそうした絵を描き与えたか描いて与えたか描いて与えたから描き方を教えたか現像を教えたかそれは分かりませんけれども、その上位の神カインキリストであったということになります。1937年ですからね、まだ、まあ、80年前ですからね皆さんね、そんな時代にカインキリストがパブロ・ピカソを指導したということはですね、まさに今のこの瞬間においてもカイン・キリストも私たちの人間の指導にいろんな面でね、いろんなやり方で当たっているということになります。はい、ということで、まあ、そういう意味でねパブロ・ピカソのゲルニカを皆さんもねもう一度見直してくだされば嬉しいです。では今日のビデオでありこれで終わります。バイ。